そうですね、私にとって焼き物とはもう生活そのものですね。朝起きてご飯食べるとかとも全く同じ水準のものというか、もうそこにあってしかるべきものというふうにしかお答えできないですね。それこそ仕事でもありますし、朝起きてやるものっていう感じですね。はい、もともとは六古窯といいまして、古い窯場の一つで土を純粋に、穴窯で焼き締めたものが、もともと本来の始まりになるんですけども、丹波焼きももう850年ですか、ぐらいの歴史の中で、どんどん変化してますので、でどの時代のどれをとってどれが丹波焼きだっていうことはもう非常に説明しがたい状態になっているというか、事実そうなんですけども、で窯元さんそれぞれによって違いますので、だからこそというか、もう今現在の丹波焼きはもう非常に多種多様でいろんなものが、ある、それぞれ皆さんの解釈の中で丹波焼きをやっているというような状況です。焼き物を始めたのは、高校の時にですね、美術の時間がありまして、授業がありまして、そこでちょっと焼き物というか陶芸をできる機会があったんです。でその時に、これだなっていうふうに思いまして、高校出てすぐ、兵庫県の この丹波焼き産地の、西畑忠さんのもとに弟子入りさせてもらったのが、高校出てすぐなので18歳、それがスタートになりますね。なんせものづくりの好きな子やったので、段ボールとかでなんか作ったりとか、常に何かを作ってることが好きな少年でしたね。安心するというか、そう作ってる時は、なんか充実してるような感覚が常にありましたね。小学校に、のぼり窯がありまして、これ全国で、2校しかないらしいんですけども、生徒たちが作った、作品をそこののぼり窯で焼くっていう活動をしてまして、で、子どもたちもその巻きくめ体験、やっぱりその焼き物に携わるだけじゃなくて、そういう地場産業っていうのがあるっていうことを一番知ってもらってるのが子どもたちかなと、そのつないでいってくれるのも子どもたちかなと思うので、原風景としてね、覚えておいてもらったらいいかなと思いますね。巻きで自然釉といいまして、こう巻きが焼けた時に飛ぶ灰ですね、それがその焼き物の表面に付着することによって変化を与えるが特色なのが、その巻き窯焼成になりまして、逆にガス窯焼成っていうのはそこを狙いたいものを非常にピンポイントで狙って焼き物を作ることができるので、今私はそちらをチョイスしてますね。巻き窯だからこそできる作品もありますし、ガス窯、電気窯だからこそできる焼き物もあるので、それはどちらがいい悪いというわけではなくて、自分の作りたいものに、よってその使う窯も変えていくということですね。となかなか大きな場所がいりますので、なかなかその簡単にというわけに今までいかなくてできてないんですけども、私の陶芸人生の中では必ずやらなきゃいけないことだなと思ってます。ここ2、3キロぐらいの間に窯元がバーッと点在してるんですけども、ゆっくり窯元をそれぞれ回ってもらうのもいいですし、気に入った窯元さんを見つけてもらって、そこから窯元を訪ねてもらって、ゆっくりね、直接お話ししたりお買い物したり、あと結構季節によってはもう紅葉も綺麗ですし、秋なんかやとこの物産、黒豆栗なんかも非常に美味しいので、焼き物も通してそういうこの辺の旬のものとかも味わってもらいながら、僕らができるのはやっぱりもういいもの作るっていう、もうこれに尽きると思うので、はい、陶器祭りの時とかね、本当たくさんの人来てくれて直接お話しする機会あって、そういう意味でもやっぱり恵まれた産地だなと思いますね。はい、そうですね、やっぱりここを選んだっていうのは、やっぱり最初にこの焼き物をこう学んだ地であって、
で僕のやっぱ焼き物を作る上でのもう根本にあるのはもうやっぱりここで修行したっていうその6年間がもう全部なんです。でそこでやっぱり僕の中では切り離せない場所っていうのがありまして、それとまあ本当場所をねこうずっと独立のために探し回ってたんですけど もうなかなかいい条件の場所がなくて、これ本当に結構一番しんどかった時期でもあるんですけども、そんな時にポンとここが巡り合えたっていうのはもうこれそういうことやろというふうに、まあ僕の中で感じたので、もう何の迷いもなくというかもうここでやろうというふうに決めましたね。すごく原色のものであったりするので使いにくいかなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、割とすんなり料理ともマッチしてくれるようなので、作品というかそのもっとこう造形的なものですね、そういうものを作る時っていうのはもうすごくこう自分本位というかもう自分よがりなものをこうもう作品として作ることが多いんですけども、でその器を作る時っていうのはもうちょっとこう入れすぎない自分の意思をこう入れすぎないように作るの でもしかしたらそういうこう好きみたいなのが料理人さんの入る余地があるのかもしれないんです。やっぱりこんだけものが溢れてる時代なので、その上でこうものを生産するっていうことはやっぱりそれなりに責任があることやと私は思うので、やっぱりしっかり作りましたよってちゃんと言えるものを作っていきたい、でそれを求めてくれる方がいらっしゃるのでこう続けていけてますし、もうそれが結局正解なのかなと、シンプルにそういうふうに捉えてますね。